崖作りの構造崖作りは、崖などの高低差が大きい土地に長い柱や抜きで床下を固定してその上に建物を建てる建築様式。主に自社建築に用いられる。崖作り、舞台作りなどとも呼ばれる。平安時代の文献に、崖作るという動詞が現れる。源氏物語には、山に肩掛けたる家なればとあるように山間に建物を、 建てるといったニュアンスで使われている。そして鎌倉時代中期までに、掛づくりという名詞が生まれたとされる。それらは、山間の寺社、僧帽、陰遁のための建物を指していたが、室町時代末期に至ると、貸しに建てられたものを示唆する例が現れる。桃山時代の日暮辞書には、掛づくりについて、片方は、しっかりしたところに、 片方は低いところとか喧騒なところとかにかけて作った建築。例えば、海とか絶壁とかなどに臨んで作った建築と記されており、床下を長い柱で支えた得意な衣装を持った建物全般を指すようになっていたと考えられる。掛けについては、剣が個体と考えられるが、金星になり掛け、崖、茂、宋などの文字を当てる例が現れる。これらは、 ご音の類似などから別字を当てたものと考えられる。また、舞台作りについては、清水寺本堂や長谷寺本堂において、本堂前面に突出した露天の板敷き部分に、用いられた古障が、江戸時代末期に掛け作りに相当する言葉として、用いられる。日本のように平地が少なく産地が多い国では、京都清水寺をはじめ、 全国各地にこの工法が用いられ多くの自社が建設されている。塚石の上に柱を立て、束柱総合を抜きで縫う工法である。床下が弾力性のあるラーメン状の加工となり、極めて強固である。清水寺は1633年建造で、束柱の点検、修理は年中行われ、舞台床も頻繁に変えられることで、今なお健在である。 それはこの広報が点検、修理が容易に行え、部材の取り替えも可能なことに理由があり、かつての日本の木造技術の特筆すべき特徴だったが、現在の建築法令規定の木造建築は点検、修理、部材取り替えをほとんど不可能としてしまっている。掛け作りの中で記録が最も古いのは平安中期には建立されていたと思われる、石山寺、本堂、 長谷寺本堂、清水寺本堂などである。いずれも、頑丈の本尊を覆うように建てられていたと考えられ、本堂全面に増設された雷道や舞台が、掛け作りの原型と考えられる。これらは単に景観的な観点ではなく、信仰対象としての岩を祀るための施設であったと考えられる。またこれらは、観音霊状とされており、岩を不堕落に見立てていたと思われる。 平安末期頃から延暦寺横川中道や第後寺におい林道など天台、真言系寺院において修行地に掛け作りが現れる。これらも岩との密接な関係が伺えるが内陣あるいは内陣床下に包摂する形式が取られている。また平安時代末期から鎌倉時代初期までには岩屈の中や大岩に取り付くように小さな銅が 掛け作りで建てられるようになる。現存最古とされる三物寺と入道はこれにあたる。鎌倉時代中期からは岩などに屋根が接するように建てられる事例が現れる。近世になると掛けづりの規模が小さくなり整地された石垣の上に建てられるなど掛けづりが境外化していく例が現れる。また立地も山岳地から市中の寺社境内や庭園の中にも建てられるようになる。 これらは、観音霊場として名高い清水寺や石山寺の移しと考えられ、修行の場ではなく、感傷的な態度を伴っていたと考えられる。AB 松崎照明 1989P141 から151建築をめぐる話、作ることの原点を考える下山真二2021年2月6日閲覧松崎照明1991 P89 から98、松崎照明1996、P194 から199、ありがとうございます。